豊かな経済、さまざまな娯楽、あふれる便利な情報。しかし、何かに追い立てられる苦しさを皆さん感じていませんか？苦しみから解放され、幸せな人生を送りたい。そんな誰もが願うことを叶えるのが、この魔法の手帳です。大きな宣伝もせず、発行から30年を超え、愛用者はすでに1万人以上。すごく私の人生を変えてくれた手帳だなっていうふうに思っております。とても生活に役立っております。悩んでたこともあるんですけど、それがこう解消に向かって気持ちが動いているっていうような効果を感じています。その名はマンダラ手帳。必ず人生とビジネスを豊かにする奇跡の世界に皆さんをご案内しましょう。今から30年前、クローバ経営研究所代表松村康雄は、人生とビジネスを豊かにするため、ブッダの知恵からマンダラ思考やマンダラチャートというマトリックスを開発しました。いや、私は仏教というのは葬式のためにあるとばっかり思ってたんですよ。ところがですね、調べましたら仏教はシステム で人生とビジネスを豊かにするということが内容が入っていると。そのマンダラ手帳とは、まず基本になるマンダラとは、ブッダの入滅後、弟子たちが仏教の知恵を分かりやすく映像表現したものです。宇宙のルール空を表現した大蔵界マンダラは、中心核を持つ 3×3 の9マスのマトリックス A 型になり、マンダラ手帳は A 型を使います。まず真ん中にはあなたがいます。その周りには人生の8つの大事な分野、仕事、家庭、健康などのマスがあり、これからの人生計画を書いていきます。コツは、頭に浮かんだら躊躇せず直感で書くこと。初めての頃はなかなか埋まりません。しかし次第に書けるようになっていきます。マンダラ手帳歴7年の斉藤さん、マンダラ手帳で大きく人生が変わったという斉藤さん、来年ももちろんマンダラ手帳を使ってずっと使っていきたいと思っています。自分を救えるのは所詮自分しかいないのです。人生から逃げも隠れもできません。そのためにブッダの知恵を活用することです。そうするとあなたの人生とビジネスは素晴らしいものになります。どうぞ自信を持ってお試しください。あなたの素晴らしい人生の扉がこの1冊の手帳から開くのです。